皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年3月の12日、22時、3分、ちょっと時間が時間ですので、このような小声で、話しながら、お伝えしたいなと思います。先ほどニュースウォッチ9でですね、 NHK のスタジオジブリの皆さんへ、アカデミー賞受賞おめでとうございます。それとあと、宮崎駿監督や、鈴木敏夫さんや、今回の作品にご協力いただいた、方たち、それと、スタジオジブリの方たちで、その車の台数だとか、伝わったと思います。で、返答がありましたから、そのエネルギーの残像でもないと、それと、ハリウッドの皆さんですね、その君はどう生きるかっていう、そのワードは僕からの発信したワードなんです。で、宮崎駿監督に NHK の残存量問題込みで、そういうメッセージをという形で、これは宮崎駿、監督は別の方かもしれませんけど、その今の若い人たち、僕と同じぐらいの年齢とか、ご老体の方もそうなんですけども、若い人たちに向けてエネルギーをどう残してあげるのか、まさかね、18歳以下の人で車乗る人はまずいませんので、石油とかガスのことです。それでそういった部分も、ハリウッドの方たちは、受賞を誰にするのかというところで、皆さん、意見合わせていただいて、君はどう生きるのかっていう内容のワードの映画を選んでいただいたんだと思います。あらすじですけども、青いサギにを追いかけて嘘を言う少年がっていうような形で、ストーリーのことを、ちょっとナレーションで、ご説明されていました。映画の内容自体は私は見たことがないので、何とも言えないんですけども、ちょっとね、今どうコメントしようかなと思って、ここ気まずい部分があって、青い着物とか、その青サギ、ちょっと強い、似てるっていう、昔からそれなんですよ。で、君はどう生きるかっていう部分は、もう一つエネルギーの残存量問題だけじゃなくて、テレビ局のフェイクニュースと、どう向き合って生きていくか、結局各地の生き方が問われるんですよね。だから本当にしっかりと、嘘を見極めて勉強しなきゃならないし、で、正解は何かっていうことを僕のホームページに記載しています。で、その通りに生きていかなかったら、先々、石油の輸入は止まって、食料の供給は止まって、スーパーマーケットに食べ物並ばなくなります。電気もほとんど使えません。それが現実ですからね。嘘をついた少年って僕の言葉って、宮崎駿監督の声、多分スタッフの人たちに言ってた言葉かもしれないし、現場で僕がね、誰かにそういう風に言ってたのかもしれないし、テレビ向かって言う方で、まさか宮崎駿さんには言わないと思いますよ。その年下のものとかにね、それぐらいどうこうみたいなことを言っていて、それを僕に当てはめ込んで、っていう、たまに頭痛くなったりとかするから、少年怪我しませんでしたっけ、それ、遠回しな方で、そのスポーツの勝ち負けとかで頭なんか浮かせるとかで。それだけじゃなくて、頭に痛みが来るときあるんですよ。それ神がかり的な力とかで、こちらをね、頭を殴ろうとしてるか、もしくは誰かがぶつけた時の頭の痛み分かち合いたくない、そんな
どこの誰ともわからん人と。まあちょっと前に一回僕頭をぶつけました。自分の頭、久しぶりに何年かぶりかぐらいで。ちょっとだけですよ。こう床拭きしていて冷蔵庫に頭をぶつけたぐらいなので、あの大した痛みはないんですけども、まあ、ちょっと痛いぐらいなんですけども、普通床拭きしていて冷蔵庫に頭をぶつけないでしょ。こうちょっと重心が前に行きすぎて、ね、ゴンってこう。いやまあその、いや本当に騙した人間だったら、その僕の 金貸しさせられた人間200万円ほど、犯人上村秀明と新部なんとかっていうもの、そんな阪神淡路大震災のね家屋全壊した被災者からお金借りた連中が主人公ってわけにいかないでしょ。それだけお客さん見に来なくなったし、やりまね電波で鈴木敏夫さんの方の声かな、宮崎駿さんの二人の声がこう混ざり合ったような声で、シーっていうような僕は言う前にたまたま今日着てる服がちょっとあんまりこれだけ言うといたら、もうちょっと前に僕はどういう風なね、あの岡場駅の近くの駐車場の、有料の駐車場の近くの交差点のところで僕はどんな目にあったかっていうことをあの理解してもらったら、いやまあその人間は、結局正体分からずじまいですからね。だからもうあの早く腹くくれるかどうかだと思いますけどね。もう対応できるかできないかで言うと僕の手を離れてるんで、それは佳子様へのメッセージを見ていただいたら分かるかと思います。いやね、もうあの前から正直には言ってるんですけども、あのスポーツ関係の名誉総裁とかも全員降りてほしいっていうことを、全てのスポーツで、赤十字社の総裁っていうのも結局医療業界がのさばって税金にねたかって、でそのシステムっていうものはずっと残ってしまって、効きもしない薬を、意味のない薬を生産して、で最終的に生物兵器、5条ほどの、内容ありますけども、ほぼ全部、まあ5条とも、違反してます。5条違反してますね。でその内容は、ホームページに記載しています。ホームページは警察官履歴の1番か 13.1 番コロナウイルスの件についてっていう 13.1 番ですね、まあ、それのところに文章を写してるんで、まあ見てもらったら分かるかと思います。だから人減らしでそこまであの思い詰めた連中なのか、まあ我がのことしか考えてなかったのか、まあ体弱ってるご老体の方たちを殺すつもりだったんじゃないですかね。相当きつかったですかね。だから死者の数が世界中で1500万人っていうことになってますね。インターネット上では分からないんですよ、もう本当にどういうふうにカウントすればいいのかっていうところが。とりあえずそのコロナウイルスにかかってると思われる状態の時にお亡くなりになれた方は、そのコロナウイルスによって早く亡くなったっていう考え方だと思うんですよ。僕もかかりましたけど相当体きつかったですからね。内容を見てないですから、また内容を見たら正式に、ただまあお伝えしたいなとは思うんですけど、そのまあスタジオジブリの皆さんに、皆さんの中でそのエネルギーの残存量問題と、その車の生産台数と、あと建物建築してる数、その辺のところと議員さんのシステムとか企業票集め、仕事回してもらってる人たちが自民党とかに、票を投じに行っていたと、その社会が間違いだったと。これは完全に間違いですよ。エネルギー早くなくなるんですか、石油とか車なんかもう100分の1で生産量を置くんですよ。何回も説明します。中古車屋さんのね、車が中古車屋さんが潰れて倒産して、あのもなかなか売れないです。お金にならないんですよ、あんまり商売として成り立たない。だから倒産してそこの後処理誰もしないで、車からこき吐いてる車まであるんですよ。それをほったらかしで、もともと今の現代社会で車を乗らなくても電車バス等でほとんどのところ行けるんですよ。で、みんな電車バスのところが増えたらどうなるかって言ったら、バスの本数が増えて便利になるんです。だから車買って、任意保険入って、自賠責入って、オイル交換をまあ3000キロか4000キロぐらい、まあ4000キロぐらい走ったら交換して、まあ大体3000キロか5000キロって言われてるんですけども、で、まあ何万キロか走ったら、タイヤ交換しての。もし月々の駐車場を借りてる方たちとかだったら、すんごいお金かかるでしょう。あれ、そういえば学校でみんな子供の頃電車バス徒歩だって習ったなって。
どうしても仕事で絶対こう電車の駅からかなり離れたところであって、バスの駅からもかなり離れたところ、そういった人たちで出勤のためにどうしても必要な人だけ車に乗る、もうこれが正解だったんですよ。だから僕は基本的にそのスタンスで生きています、生きてきました。だからほとんどの人実は車乗らなくてよかったんですよ。で駐車場どうしたらいいかって言ったら畑に変えたらいいと。でアスファルトの周りを、あのアスファルトの上にその綺麗な土入れてね、で周りまあ石垣とかで組んで間にコンクリート入れて水が貯水できやすいようにしておけば、それが水田になるんですよ。だから水路引かなくてもそれだったら多分大丈夫です。そこのあのそういうふうな多分の作り方見ました。最初下コンクリート引いといて、でも最初からアスファルトのところの上に土置いたらよかっただけやっていうことに簡単に気がつきます。河川水門回収玉発電とかそういったものを進めなきゃならないし、うん、まあ僕ももう話を持っていきようがないんで、まあ加護様頼み、あとは立憲民主党の人ぐらいですかね。その僕の特許でね、そのスタジオジブリの方たちが弁理士さんつけて、例えば弁理士さんって、まあ、2、3人ついたりするものなんですよ。それプラス弁護士なので、例えばスタジオジブリさんから、まあ、今までのこととかもあるから、まあ、弁理士さん1名分は出すよとか、で、まあ、ゴジラ関係の方のところで、弁理士さん1名、そちらの費用は、その弁理士さん1名分の費用はこちらに持つよとかで、まあ、みんなでちょっとずつ協力するような形で、まあ、純利益のあるところが、お金出し合って、まあ、とにかく特許だけでも申請してみるのも手じゃないかなとも僕も思ったりもするんですけども、皆さんどう思われます？その、うん、正直その佳子様はもう僕としっかりと話し合いしようとしないから、僕もどう対応したらいいか分かんないですよ。話を持っていきようがないから、その神戸市議団の自民党の政務調査官の人に、まあ、河川水門回収玉発電のことを、まあ、地下水流トンネル発電とワンセットですけども、まあ、蒲田発電とかはその辺は伝えてたかなどうかね、ちょっともう覚えてないんですけども、まあ、その人に言って、国会議員の人まで訪ねてもらって、結局それ却下されちゃったんですよ。だからもう自民党はもう今のところ、そこからその方向転換する気があるのかないのか、それすらもう僕にはわからない。で、どこが誰か、国会議員の方で、その日を、我々の方で何とかするよとか、こういう方法とかどうとか、何かこう助けてくれる人っていうのが一人もいないんですよ、テレビ局からも。本当です。こういう方の助けもないし、そういうとこは話し合いもしてくれないから、とりあえず今のところ分かったのは、佳子様もしかしたら坂グループのメンバーとして歌って踊ってた可能性がある。あくまでもこれ可能性としか言えないんですけども、だからそれが何歳ぐらいまでなのかとか、そういうことも、そしたらもしかして偽名使ってしまった方ですかっていう話になるから、もうそうなった話めちゃくちゃ、あのね、裁判所の裁判官のよほどの事情があってからじゃないと、その名前を変更しても良いような、あの判決って下らないんですよ。だからそれ以外で偽名使ってる人って全員詐欺罪なんです。本当に。一般人もアウトですよ。だからそれはテレビつけたらすぐ映る集団詐欺師。もうテレビ局がね、朝から晩まであんなに番組あって、偽名使ってる人があんなにたくさん出てるでしょ。一つの局で一日に何十人、もしかしたら何百人、スタッフの仲間で偽名使ってるかどうか分かんないでしょ。だその世界を見てしまった人は、偽名を使ってもいいんだと勘違いするような人は多分いると思いますよ。あんなに何人もテレビ局にかかってたら。アナウンサーとかだけじゃないですから。スポーツ関係者だけでも1000人軽く超えるでしょ。野球界だけで、1軍2軍だけで600人ぐらい、1、2、3軍でしたっけ？あとか関係者、野球界の、プロ野球界の。600人は軽く超えるでしょ。
もうだって各球団の役員とかいろんな人たちとか、いやだ役員の人でも、いや手塚治虫先生ってだいぶ前に亡くなってるじゃないですか。で、手塚治虫館かな、漫画関係の事務所かな、その見たら手塚治虫っていう名前の会社の登記簿で出してる人は出してるから、あダメじゃない、そんなん偽名じゃないって、役員さんがそんなもんって。で家の中の登記簿が入れ替わっていて、その手塚治虫っていう名前じゃなくなってたんですよ。政府の方に大した調査能力もなければ、調査しようという気もあまりない。何か通報があってから、もう本当にそうですよ、世の中その状態だから。でももう僕が撮影して回らなかったら何にも物事動かないですね。だからまあ一応けど、まあ放置されてる自動車とかは通報して、それで一応まあ車業界が回収して、まあ、各金属部分によって、銅を使っていたりだとか、まあ、鉄だったりとか、分かりやすいこういうと、まあ、他にもいろんな金属の種類がたくさんあるんですけども、そういったところをしっかりと分解して、で、まあ、もう一回、製鉄所で、溶かして、まあ、他のものに加工したりだとか、もうカビ生えたりしてるタイヤ、カビ生えたりしてる車とかですよ、もうどう考えても、これから先、絶対売り物にならないっていう。例えば、売り値が一桁台の車とかって、正直怖いですよ。買って、ですぐ、僕もね、安い、普通車というか、まあ、ワンボックスだったんですけども、二十何万とかの車買ったんですよ。もう、数年も経たないうちにギア抜け起こして、で、ギアボックスの交換って24万ぐらいかかるんですよ。で、それでもし、パーツがなかったら、生産してるパーツが、もうそこでアウトなんですよ。ただまあ、ただ淡井圭介の生き方としては、その安い中古車で、そのどうしても通勤の手段として車がいる時だけ乗ってるから、いやある意味多分正解やわっていうことになるんですよ。後からよく見ると、もうどうでもいいような車ばっかり乗ってましたけど、まあ、ただ途中から一応四駆の軽自動車、神戸市でいい、まあ、兵庫県の、まあ、どの範囲、どこまでの範囲だったかちょっと覚えてないんですけども、とんでもない寒波があって、そこまでね、1時間でね、もう一気に積雪があって、10センチぐらいあったんじゃないですかね。10センチは言い過ぎかもしれませんけど、もうけど車がもうあちこちで、もう神戸市内、事故対応に、特に神戸市北区とか、まあ、近隣の、三木市とか三田市でもそうでしょうし、スタッドレスだけじゃなくてね、スタッドレスだけじゃ無理ですよ、肉は。四駆じゃないと。四駆でもう僕の場合はノーマルタイヤで軽自動車で、まあ結局会社が、もうその時、もうお休みということで、途中で、もうやめとこうって、もう無理だろ、これはと。もう現場でタンクローリーで出て行ってるんですけどね、今度登ってくる時の、いやまあそれ、他の店舗にそのまま下山していって、もう北神戸店戻れないから西神戸店の方に、三木市の方から僕らのケースは行ったんですけど、もう三木市がもう雪で完全に積もってた状態でしたから、もうあちこちで事故ばっかりですよ。まあそういうふうな状態で、基本的に車乗るなら本当は四駆なんですけども、まあ本当はスタジオジブリさんって多分都会の中にありますよね。いや、グレイの皆さんのね、音楽のバンドの、事務所の住所は分かるんですけども、電話番号分かんないんですよ。で、104聞いても、届け出がありませんって言われてるから、別の場所に事務所を置いてるのかな、とか思ってて、たまに誰かが、こう、見に行って、なんか、こう、郵便物が届いてるのか届いてないのか、もしかしたら、グレイの皆さん売れてるから、その郵便局にね、支障箱とか用意して、さすがに自分たちちゃんと郵便物管理しようみたいな形で、ね、してるのかもしれないし、だからそこまでしたら業界でそのファンの方にね、自分たちから言うんですよ、もう何も送ってこなくていいからって、事務所もこんなにたくさんいろいろ送ってこないで俺らも困るかなって入らへん足の踏み場がなくなる
まあ、昔のね、あのジャニーズ事務所の、バレンタインデーのチョコレート。あの話もどっかどこまで本当か分かんないですよ。その、10トントラック何台分っていう。何台分まで行きませんでしたっけ。もう僕も、ただなんかもう、トラックの、その、トンに換算して何トンみたいな感じでチョコレート。そんな人います？そんなチョコレート送ってします？グループ増やして関係者の人たちが送ったんじゃないですか。本当はそうでしょ、いろんな会社関係。それで半分くらいあるからって誰か叫んでいたり言いましたよ。まあちょっとはね、面白い話混ぜ込んどかったらダメかなと思って、ごめんなさい、今ちょっと言葉崩してお腹、自分のお腹痛くなってたんです。厳しい、本当に言葉敬語使わなかったわこれ、本当にもう。本当はみんなどこからどこまでが敬語、どこからどこまで敬語じゃないのかわからないから、本当で今のもう最終的にわからないからって言ったら、なんとなく本当はよく聞くと、本当はそれ敬語なんじゃないんじゃないですかってなるでしょ。そこまで細かくこだわってないから、それに出したら日本語の敬語の最後にですつけるのって他の国の英語とかだったらですだったらね、あの死の死亡の死の方の何々です、本当に敬語だったのか。わからない。あの、第二次世界大戦よりももっと前の、あの、文書とかを見たときに、ひらがながね、あの、ですってこう、敬語を使ってたんだったらわかるんですけども、僕の祖母とかは一応字書けてたんですけども、普通のあの、今の文字じゃなくて、パソコンの左上の方とかに、例えば文字でね、ゴシック体とか何々体とかいろんな、文字あるじゃないですか。で、昔の人の、一筆書きであれ書いてるんですかね。まあ私の祖母はそれを書けてたんですけども、もう全然違う書き方で、同じ日本語とは思えない、あんなもの書いてるって言うんですよ。絶対わかんないですから。日本人だってわかってないんだから。まあ、あとは、まあ、内容を、拝見させていただいてから、また、感想を述べさせていただきたいなと思います。まあ、もう結局テレビであんまり本当のこと言わないですから、まあ、僕の、この YouTube にチャンネル登録してもらって、着信通知の設定だとか、一応メッセージは佳子さまの国会議員とかの人たち宛てにしてますけども、僕はそれでね、どんなことになってるかっていうのを、ご覧になっていただいたりとかね、この辺の近辺の治安とかね、そういったこともちょっとよく見てもらったら、ちょっともうあの辺あまり近づかん方がいいなと。だからもともと僕は電話番号を公開してるのはちゃんと電話連絡がつけれるようにするためなんですよ。で、ちゃんと電話で電話連絡した方がいいです。で、伝言メモ、もうごめんなさい、もうです。で、どうもなかったくって。さっきの説明でもうどうせ AI。はぁ。まあ、電話かけてもらったら、まあ、こちらから何時ぐらいに電話かけてもらったら、誰それが出ますとか大体でいいですんで、おっしゃっていただいたら、もうこちらから電話かけ直しますし、なぜ電話を、かけるような方法が途中からなくなったのかっていうと、電話代のことだったんですよ。最初、僕は20歳ぐらいの頃、携帯電話の登場で、20歳ぐらいの頃に、まあ、20歳超えたしということで、携帯電話を購入したんですね。昔のガラパゴス型のもの、それが1998年か9年かそれぐらいの年ですね。だからその当時はかけ放題プランって言いつつ、1ヶ月の通話時間が制限あったんですよ。でその制限を超えたらもうものすごい金額になって、僕もね、その携帯電話の通信料だけで1万円近くいったこと、1万円超えたことあったかもしれないですね。
テレビのニュースとかで、その、法人の方とかで、仕事で、その、携帯電話を使ってらっしゃる人とかは、一月に3万とか、もうこんなもの使ってられないって言ってる。いや、普通そうだと思いますよ。毎月電話代で3万も使ってたら、それ1年間で36万って、そんな高い通信。それを、安倍政権の後の菅さんの菅政権の時に、いやこれ通信料絶対おかしいですよっていうことで、かけ放題なんだからちゃんとこれぐらいの金額でっていうことで、適正価格で、それで今のあの一月のあのかけ放題プランがおいくらでしたっけ、2000円しませんでしたっけ、だいたいそれぐらいですよね。どっからどこまで基本料金だとか、もう今明細書がないじゃないですか、その紙の用紙の郵便物の、そういったものがないから、なかなかそのスマートフォンとかで、どうなってるのか、契約内容とか、もうみんな確認しなくなるでしょう。だからどこからどこまで基本料金で、どこからどこまでが書き放題、1280円とか何かそれプラス基本料金だったような気がするんですけど、ドコモなんですけど、いやもう分かんないです。いや、それ毎月書き放題なんだったら、それ時点で基本料金って思いますよね。多分仕事してる方がもうわけわかんなくなってるんだと思いますよ。まあ、というわけで、身の回りの方とかに、その僕のホームページ見るように進めていただいたりとかね、そういうような形で対応していただけたらと思います。僕のホームページにたどり着けますか。僕のこの YouTube の動画に一応アクセスする、そのURL でよかったんでしたっけ、表現の仕方。まあそういうふうなものを、まあ一応また貼り付けてはみますけど、この間貼り付けたら、自分の編集するパソコンの画面のところまで直接アクセスする内容でも慌てて消して編集されるから、それだったら、プレビューの画面のところから貼り付けたと思うんですけども、それだったらダメみたいですね。普通に見るところからコピーして貼り付けなかったらダメみたいですね。だから結局だから自分が失敗してみて、他の人たちもそれで失敗してんちゃうかと思って、というわけでちょっと長くなりましたけども、皆さんアカデミー賞受賞おめでとうございます。スタジオジブリで今後どなたが中心人物になられるんでしょうか。その鈴木敏夫さんの後継者の方ですね、結構もうご年配の方だと思うんですけども、もともと宮崎駿さんがこうある程度の年齢で、僕ぐらいの年齢だと思うんですよ、その風の谷のナウシカとか天空の城ラピュタだとか、今僕今年で47歳なんですけども、8月9日で、それぐらいの年齢の方を中心に据えられた方が、今後のまあ、状況もその鈴木敏夫さんから今度宮崎駿さんからこうバトンタッチされるっていう形で、出られた方が、その急にそのどこの誰がそのスタジオジブリの中心人物かっていう、その宮崎駿さんとか鈴木敏夫さんとかの意思を受け継いでいく人間なのかっていうところを決めて動かれた方が、やっぱりある程度の年齢からで出なかったらまあ難しい部分もありますし、ただある程度を20年以上はその名前で継続していただかなかったらっていう部分もあるじゃないですか、実際のところ。だそういう部分で考えて行動された方がいいんじゃないかなと思います。で、宮崎駿さんは今どうされてるんでしょうね、老人ホームにいらっしゃるんでしょうか。そのまあ鈴木敏夫さんがそのインタビューで受け答えされてましたので、お元気かなと思って、
その宮崎駿さんと直接話できなかったらちょっと残念だなとかだとか、そのまあ動画の再生回数じゃなくて時間、過去365日を遡って、3000時間か4000時間を超えて、チャンネル登録者数が、500人なのか、1000人を超えたら、まあ、ライブの、動画の配信ができますので、その時に、チャットとかね、皆さんで、受け答え、まあ、いろんな業界の人が、まあ、話してくると思いますけども、まあ、できるだけ皆さん、スタジオジブリの誰それですみたいな形とかで、お話しした方がいいとは思いますね。まあ、自分の体とかに呪いとか来たら、それ外すっていう言葉とかでね、心の中で唱えたりして、こう、取り憑かれたものを外すような形で、感覚的に。それを自分の中でイメージしてすれば簡単に外せます。で、もしくは、まあ、法律で言うことを、法律用で浄化、まあ、お互い浄化だとか、まあ、そういった言葉でも、対応できます。だからまあ、あまり、まあ、怖がりすぎるんじゃなくて、対応策をしっかりと教えてもらって、まあ、対応するような形でコメントしたらいいと思いますよ。じゃあ、これぐらいにしておきます。まあ、自然と。ミスタータイガースの背番号31番掛布さんの31分で終わりたいと思います。以上です。